皆さんこんにちは。今日もご覧くださってありがとうございます。そしていつもの通り私のちょっとルーティンの方よりスタートをふわーさせていただきます。皆さん今日はいかがお過ごしでしたでしょうか。今日もまたこちらの神戸はですね、雨降りでいやいやいや、今週はよく雨が降っています。さあ皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ほっということで皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。雨降りが続くとですね、なんだかこうドヨーンとした気分で、そのドヨーンとした気分がどうやら自律神経に影響を及ぼし、頭痛や肩こりをよりね感じさせてしまうということが多いようですね。で多少ね気圧の関係で頭痛肩こりを起こしている場合も多いみたいなんですけれども、でも一番の理由はですね、運動不足なんですよ。筋肉が凝り固まってます。そしておまけにですね、私たち現代人はスマホやパソコン見てます。頭だけのこう前に倒してるこの体勢がですね、前側を縮こませて、そしてこの辺の首の筋肉や肩の筋肉をこわばりしちゃうんですね。ということで今日はですね、まずその辺のリセットから、そして全身してリフレッシュシェイプアップして晴れ晴れしていきたいと思うんですね。まずはですね、耳を触って顎を動かしてください。そして足をブル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 と押しますね。皆さんちょっとそのままお願いします。音楽をかけていきますね。はい、頭痛肩こりリセットから入ります。さあ動きますと体の中からマッサージ、そしてシェイプアップです。パタ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 、はい、目の神経が頭の横を通ってますから、この頭の横を触ります。手は楽な感じでいいですよ。なぜかというと体が動いてますから、体の中からマッサージ、はい、耳の周りを触ります。どうですか、ちょっとスッキリしてきましたね。パタパタ、はい、軽くこの眉間のここにズボです。チャチャチャララ、はい、下まぶたを触れます。さあ目の筋肉のこわばりも取れていきますよ。はい、上まぶたです。体が動いて体の中からマッサージ、はい、もう一度さすります。どうですか、ちょっと目のあたりがスッキリしてきたと思って、はい、ではブラ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 、肩こり緩和、そして全身シェイプアップ、はい、タンタタ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 タ、腕ブラブラしますと腕もちょっとスリムになります。肩こり緩和、テテレレテテレレ、はい、反対、ほっ、はい、ほっほっ、はい、ほっほっ、はい、少し肩をもぞもぞ動かしますね。さあ動いて体も心も晴れ晴れしていきましょう。はい、背中タンタン、じゃん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 、はい、くんにゃ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 、ウエストを引き締めながら背中のコリを取りましょう。タタタラタタタラタタタラタ、背中のコリを取りつつもウエストが旋風されていきます。タンタンタタタンタタタタタ、1212、はい、1212、はい、ウエストを引き締めながら背骨の詰まりを取れていきます。はい、ではトン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 、後ろにトン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 、はい、斜めにトントンタタタタタタ、はい、腕を後ろに引きましょう。ほっ、いつもですねこの YouTube の動画は私自撮り一発撮りなんです。だからよく言い間違えたりとかもしますけれども、口が曲がらない時もありますが、皆さんお付き合いくださってありがとうございます。さあとにかくですね、この動画を通じてみんながつながり合って元気でワクワクリフレッシュをしたいと思うんですね。はい、ほっ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 、はい、足を前へ。私たちは何かぼーっとしている時も何かね考え事をしているらしく、自分では気づかないかもしれませんが、そしてその多くがネガティブなことを思ってしまうみたいなんですね。それはいけませんよね。なのでこうやって体を動かして気分も心も脳もリフレッシュ、ポジティブなエネルギーの流れにと切り替わります。そしてシェイプアップ、ほっ、トン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 、さあ
背中が震えてきましたね。ちょっとテンポを変えて1212、はい、ウエストシェイプ、はい、ほっ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 、跳ねるとだん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 骨もしっかり締まってきますよ。はい、それではですね、ほっ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 、はい、横トントントン、はい、リズムを変えてジャン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 、はい、変えます。タタ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 タ、はい、うわー、堂々と足も体幹も伸び伸び、うー、さあここはですね、じわー足と体幹のバランスを整えながら、うわー伸び伸び、ここ足を前側に、もしよかったら手を離してみます。うわうわって感じですね。そしてこのままですね、足をちょっと入れ替えたいと思いますが、前です。さあ少し前に、うわ伸び伸びって感じです。うわ胸を押し出します。うー、後ろへじわっと伸びますね。足を前へ、そしてこのリバースプランクでぎゅー、脇腹をぎゅー、反対です。ぎゅー、そしてポンとジャンプ、ほっ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 ジャンプ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 、ほっほっ、お腹にしき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 、ほっ、さあ頑張りましょう。1回、はい、2回、はい、3回、さああともう1回ぐらい頑張りましょう。4回、ほっ、頑張りました。ほっ、うわうわはははは、ほっ、ということで、どうでしたでしょうか。短時間の中でほぐしました、引き締めました、すっきりしました。心も体も晴れ晴れ、頭痛もリセットできたと思います。ありがとうございます。またねー。